こんばんは。こんばんは。猫でーす。猫帰宅しました。こんばんは。どうも。猫でございます。よいしょ。ライトが。ちょっとライト誇ってました。やっほー。お疲れ様。こんばんは。福ちゃんお疲れありがとう。ゼータお疲れありがとう。真空圏さん、アラベさん、モンブラン、コウさんお疲れ、カメさんお疲れ、カズヤさんお疲れ、ヒロシ BKK さん頑張れありがとう。ゼータかわいいありがとう。ダーソックさん、モンブランありがとう。エリオさん、ハート。ダーソックさん、コウジさん、モンブラン、ダイキチさんかわいいありがとう。フェリスさん、ペンライト。サワッチョさんお疲れ、陣内さんお疲れ、アルテミスさん、広瀬光一さん、コウジさん、ハート、ノブさんお疲れ、ノリさん、コウモリありがとう、スタメンさんお疲れ、モリモリさんペンライト、間違った、頑張れ、ありがとう、イックンお疲れ、ありがとう、あの海へ行く7月さん、かわいい、ありがとう、オミカンさんお疲れ、翼欲しいさんお疲れ、リュウヤさんお疲れ、天ヶ崎のよっちゃん、北斗のタカさん、ハートありがとう。真空圏さん、ケーキ。ぼんやりさん、お疲れ。としさん、お疲れ。ありがとう。陣内さん、カップケーキ。こうさん、イェイ、ありがとう。むさん、ハートギフト。やすさん、ハート。メロンのあそこさん、真空圏さん、だるま。えいちゃん、右田ピッポさん、ハート。ガバイトさん、ハート。ひびきさん、音符。森県銀河さん、たかしんさん、モンブラン。よしーさん、音符、ありがとう。スカイホエールさん、台湾ジョジョさん、ハートありがとう。ナオキーさんお疲れ。アルさん、シロクマさん、ハート。ソラソヤカさん頑張れ、ありがとう。イモケンピさん、イックモンブラン、ポテチさん、ハート。ユータくんお断りです。ムさん、カップケーキ。ゼータンペンライト。カエデさんお疲れ。エジリンかわいい、ありがとう。スカイホエールさん、カエデさん、ムさん、ありがとう。ヤソウくん、ありがとう。マルヒーノさん、コウさん、エイちゃん、ハート。福太郎さんお疲れ。石川先輩お断りです。シオナさんお疲れ。エルさん、ハート。ラクさん、だるま。ヤマさん頑張れ。クックさん、モンブラン。ゼータン、陣内さん、アイスありがとう。先輩ちさん、ありがとう。こんばんは。サキさん、モンブラン。おみかんさん、シュークリーム。カズヤさん、ショートケーキありがとう。フレーベさん、モンブランありがとう。なんか暗いよね。暗いね。ちょっと前に出そうかな。よいしょ。ほい。ちょっと明るい。なんかこの電気かな。電気かな。これかな。これの関係かな。これしたら明るいよね。かぶせたら暗い。ほい。こんばんは。今日の購入品です。こちら、じゃーん。3袋目。粒組3袋目突入です。梨味。この梨味が好きすぎて、私今までグミそんな、リコちゃんほどグミハマりアイドルじゃなかったんだけど、この梨のグミが好きすぎて、稽古中とかもパクパク、食べて、もう小粒だから量が入っててめっちゃいいんですよ。でこれさ、期間限定だから見つけたら買わなきゃと思って買っちゃいました。イエーイ。今日の購入品です。あとはアメリカンドッグをさっき食べました。アメリカンドッグね、1年ぶり2年ぶり1、2、3年ぶりぐらいにアメリカンドッグ食べた。いつも食べたいと思って、でもやっぱ小麦だしむくむかなと思って我慢してたんですけど、今日はもうちょっとお腹空きすぎてアメリカンドッグをコンビニで買って食べました。めっちゃ美味しかったです。あのカリカリの部分が好きですね。そう、1、2、3年ぶりぐらいに食べれました。祝アメリカンドッグです。トウルさんお疲れありがとう。ミックさん、モンブランありがとう。ビーディマンさん、ヒロヤさん、コウさん、ハート。
キムさんハート、ケンボーさんシュークリーム、ハルさんコウモリ、フジポンケーキ、メロンのあそこさんファイト、フレーベさんモンブラン、カズヤさんケーキありがとう、サトコさんモンブラン、ジャーパングさん花束ありがとう、ありがとうございます。ポンズさん、コウモリ、スカイホエルさん、カップケーキ、ノブロさんハートありがとう、タマコ豆腐さんモンブランありがとう、ありがとうございます。ミッシーモンブランありがとう。もう髪の毛今日ずっと結んでたからもうボサボサです。ボサボサ。忘れっぽいもっちさんカップケーキありがとう。秋の魚さんハートありがとう。お、玄米ブラン買ってみたよ。お、パセリの、パセリの買いだめしている玄米ブランですね。今日はあとはもう何買ったらいいか分かんなかったから、とりあえずヨーグルトと、なんかもう稽古が終わる時間スーパー閉まっててコンビニでしか買えないんですよ最近。だからヨーグルトもでっかい、私のあのお気に入りの、あのお気に入りのあのでっかいヨーグルトが買えなくて、てかどこにもなくて、近くのスーパーも稽古場近くのスーパーも。だからね、そうちっちゃいあの具沢山みたいなやつ、具沢山ヨーグルトみたいなやつを今日も買ってきました。ポニーテール、ポニーテール、リボンキュール、これが好きなんでしょ。じゃあじゃあチャ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 。 Z さんシュークリームありがとう、ありがとう、お疲れ様です。こんばんは。ムーンさんカップケーキありがとう。お、都合がついたので舞台観覧追加しました、嬉しい、ありがとう、イエーイ、嬉しいです。とっても、ちょっと髪の毛ボサボサすぎる。ミックさんバラありがとう、お疲れ様です、ほんまに。プロテインヨーグルト、タンパク質いいね。あ、ガバ買うの忘れた、ギャバか、ギャバ、ガバはラーメンだった。ギャバはまだね、一袋食べきってないですよ。メールで一袋食べきれちゃうって書いたけど、ちゃんと食べきってはないです。ちゃんと何日かに分けて食べてます。だからまだある、まだありはします。そう、ガバはラーメン屋でした、ギャバね。やばい、黒柳徹子さんの古文みたいになっちゃってる。ルル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 ゆうたんたんシュークリームありがとう。ハリーポッターメガネのひげおじさんケーキありがとう。あきもんさんお断りです。かずきさんカップケーキ、ぶんさんカップケーキ、あきのさかなさんバラ、ゴレヒロさんお断りです、ありがとうございます。マウナさんシュークリームありがとう。最新型ポンコツさん、ゆうたんたんありがとう、ありがとうございます、ありがとう。明日着る服どうしよう、ね、聞いてください、みんなに相談事してもいい、聞いて、みんなね、稽古、稽古私今日はこの猫で行ったんですけど、猫ちゃん可愛いから、まあ猫可愛いやろと思いながら稽古したけど、もうみんななんかもうおしゃれすぎて、もうおしゃれすぎて、こう猫はもう
これからも着るけど、今後どういう稽古着で行ったらいいんだと思って、どうしようと思って、本当にえそれ私服ですよねみたいなえそれ稽古着ですかみたいな服なの、みんななんかもうブランドだろうなみたいな、広島で言ったらもうパルコとかにあるような、もう何万とか しそうな服みたいなの着て稽古してくる、えってなって、でさっきは猫ちゃんで堂々と猫かわいいだろうって感じで言ったんだけど、そうだからもう毎日この猫ちゃん着るしかないよ、もう猫ちゃん毎日着たらもう最強やけどさ、明日からもう何着てったらいいか、どうしましょうか、今日癒された、稽古の休憩中も下見たら猫3匹可愛くて癒されました、あー猫だと思ってあー猫いるわと思って可愛くていいでしょう、猫最高、猫です、お猫、うん、あとはどんな服持ってきたかな、あでもあのこの前紹介したあの中村くんなんだっけ、エンジェルブルーの中村くんの服持ってきました、エンジェルブルーわかる、あの私が小学生の時にクラスの金持ちの子が着てたクラスのお金持ちの子が着てて、私は着たことがなかったやつがこの前安く売ってたから買ったよっていうやつね、シェンさん、ケーキありがとう、パイのみさん、ケーキありがとう、シュンさん、お疲れ、ヨシカズさん、ゴリヒロさん、モンブラン、マリオ2さん、ノブロさん、ハート、ミキヤくん、ケーキありがとう、ありがとうございます、もう毎日猫で行こうかな猫え、可愛いよね、だって猫毎日猫、もう洗濯追いつかないもんね、いや本当に服、いやなんか STU の時のレッスン着って自分の生誕 T とかで行ったりするのね、あのパッて書いてるやつ、こうやって一回ひらがなでパッて書いてるやつとかで行くけど、もうそういう次元じゃないくって、なんかもうモデルさんの雑誌みたいな服でみんな着てて、おしゃれすぎない、だから帰りの電車とかももうあからさまに稽古終わりみたいな、稽古終わりと普通に出かけた人みたいな感じないよ、何を着たらいいんですか、何を着たらいいんだ一体、これが都会の洗礼かと思って、ほう難しいです、持ち肌さんお疲れありがとう、難しい、ふみやきさん回復薬ありがとう、そうなんです、そうおしゃれジャージを買おうかな、そうジャージとかでもおしゃれってこと、そういうこと、こんばんは、秋月さんハートありがとう、あ山手線ジャージ乗ってる、あ本当、いや大丈夫か、選び頑張ります、高反発さん、まこばやさん、モンブランありがとう、こんばんは、コスメの出費、うん
今日は津田梅子さんで済みました。今日は最低限のやつだけ買ったから津田梅子さんで済みましたよ。でも明日また下地とか変えてないやつをちょっと調達しないといけないので、下地だけで津田梅子さんかもしれないです。パーもう仕方がない。気になってる下地があるから気になってる下地を買うチャンスってことにします。ユーザーネームさんありがとう。そう、ノブさんお断りです、ありがとう。シロクマさんハートありがとう。カードユーさん小判ありがとう、ありがとうございます。そうね、いずれは使いますからね。ストックとして買うのがまあ全然もうありってことにしないともう辛くなるからありってことにしましょう。そうしちゃおう。プルンさんハートありがとう。イハクさん愛してるありがとう。いや外をねそう持っていくよって言ってくれたけど今外が帰省中だから広島いないし私の家の鍵もないし無理なんです。そうなんです、現実問題は難しい。スカイホエールさんハート、おみかんさんカップケーキ、かつみさんアイスありがとう、マロさんだるまありがとう。猫猫今日もずっと猫のことしか考えてない。朝から朝スーパー行ったりした時もさ、お猫かわいいとか思ってなんかスーパー入るときに窓ガラスに映る自分見てお猫かわいいと思ったし、でもずっと猫に癒されてます。みんなも猫着た方がいいよ絶対猫着た方がいい、もう癒されるから。この猫めっちゃ可愛くて猫に癒されてきた今日は。にゃー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 、いや私犬派です犬派ではあるけど。うっかりあんこさんお断りです。迷子の迷子の子猫ちゃん、ミックさんハートありがとう。もう稽古でさ何時間も声出したりするからさなんか夏テンションになる。結構自分の役の喋るとこ以外は結構黙ってじっと見たりとかいろいろしてるからさ、なんかショールームでペラ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 喋っちゃう。まあいつもか、いつもでした、いつもでございました。はい、今日もアイス買えなかった。なんか近くの今泊まってるところの近くのコンビニにいいアイスがあんまなくてピンとくるのもなくて今日も買えなかったです。だからキットカット食べました。稽古場でもらってきたキットカット1個1袋食べました。今キットカット、そうアイス食べてない。明日食べるね。なんか都会のおすすめアイスあったら教えてください。もうスーパーとか閉まってるからさ、スーパーでしか買えない系とかもいつか食べれたらいいけど、アマゾンはね結局買わなかったです。あと30分ぐらいだね、あと38分。アマゾン何も買わんことにした、難しくて。はい、そうなんですよ。いやコンビニジャイアントコーンがなかったんよね。パルムとかもなかった。珍しいよねコンビニでないって。なんかあんまなくて、アイスコーナーがなんかちっちゃくてあんまなかったです。
言っても、冷凍庫はなんかあのホテル特有のあのちっちゃいあのあれの右端奥みたいな、わかりますかね、正方形ぐらいの冷蔵庫のなんか端っこ上に冷凍庫もどきみたいなやつしかないから、溶けるかもしれんと思ってストックは変えてないですね。そう、そうです。まもるさん、だるまありがとう、ハートもありがとう。なんかさ、東京のコンビニってさ、クッキーとかメロンパンとかラスクとかドーナツとか売ってるんだね、ホットスナックコーナーに。すごいね、びっくりしちゃった、こんなあるんやと思って、品揃えがそうめっちゃあってびっくりしちゃった。え、広島ないよ、広島ないです。そう、あのレジ横のホットスナックコーナーにあってびっくりしました。あ、そう、コンビニで、あ、セブンイレブン、そうそう、びっくり、驚きです。買ってないけど買ってはないんですけど、いつか買いたいなと思ってる。そう、アメリカンドッグは買ってみた。なんか何食べたいか分かんなくなっちゃって、そう、カロリー高そうな予想してる。そうなの、だからちょっと抵抗あって今は。そうなんですね。あとおでんも出始めたし、肉まんも始まってるし、冬仕様って感じです。カレーパンもあったよ。チャラチャチャチャラチャチャチャラチャチャチャラチャ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 。今日は焼肉でジェラートたくさん食べた。うわ、いいな、焼肉いいね。でもほんと今日寒くてびっくりした。稽古終わって出たら13度で、この服で行っちゃったんよ昼間暑すぎて。13度だったから、うわーって、ちょっとやっぱ稽古の終わり時間とかも考えた方が良かったですね、服選ぶとき。次週末帰ったら暖かい上着とか持ってこなくちゃね。ほんまにみんな厚着だった。なんか稽古場もね、謎に冷房効いてて私だけ凍えてて、こうやってで、みんな上着、めっちゃおしゃれな上着って、なんか生地の厚そうな上着とか着てて、わあ都会だーと思ってみんな生地の厚そうな上着着てる、なんか革じゃんみたいな、なんかうわ生地厚そうだと思って見てたみんな都会、なんか乗り換えとかもスイスイしてるし、なんかもうすごいです、ほんまに、ほんまにほんまに、どんどんって足音がめっちゃ聞こえる。足音か壁どんか分かんないけど、心霊現象か、もう分かんないけど怖い。アッキーザラ大好きマンさん、ライトありがとう、ありがとうございます。どんどんすかどんどんすかどんどんすかどんすかどんどんどん、本当何を置きましょうかね。ねえ、なんか音、換気扇の音みたいなのするよね。ね、マジどんどん言ってる、どんどんどん、ね、換気扇音みたいな、なんかそう、耳鳴りかと思ったの最初。ね、耳鳴りっぽくない？耳鳴りっぽい音鳴ってるよね、なんかね、なんだろうね、気になります、私も本当に。換気扇なのかな、分からんけど、あっちから聞こえる、窓の方から空調かも。
つけてないけど。なんでしょうか。わかりません。さっぱり。わかりません。ホテル中のスマホスタンド Amazon プライムなんちゃらで買おうと思ったの忘れてたね。ホテル滞在中のスマホスタンドはこのファブリーズになりました。ファブリーズをこう置いて垂れかけてます。ファブリーズ配信、はい、ファブリーズ様々です。そうなの、なんかペットボトルでしてたんですよ昨日までは。でもさ、こうやって量が減ってきたらだんだんこう支えてくれなくなっちゃったから、今朝買ったこのファブリーズが役に立ちました。ナイスファブリーズです。みんなももしホテルで配信するときはファブリーズをおすすめしたいと思います。ファブちゃんです。ファブ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 配信しないよ。なんか語尾あれみたい、もう来ないからねみたい。知ってるかな、もう来ないからね、あの丸いやつ、こういう顔の黄色いやつ。ユタパパさん、ラブレターありがとう。こんばんは。どうも。もメイクさ、今朝さ急に買った割にはまあって感じじゃない。なんかここ黒いね。なんかここ気になる。なんだろうこれ。なんか気になります。なんかここ黒くない？でも鏡で見たらな。なんともないんだけど、なんか影かな、影か、なんかここ、え、なんかいつもよりメイク綺麗かもしれない。いつももっとなんか夜になったらもっとメイク剥げてたりするのに、今日意外といいかもしれません。あら、下地意外といらん説あります。ハゲに反応しないでください。ちょっとどこに反応しとってん。エルタンさん元気だった、久しぶりに会えて嬉しかったです。めっちゃ久々会えました。やっぱ落ち着きます。すごいドスドス言ってるドアが。え、ドアなんかこうやってさ、なんていうけ、こういうの、うん、うん、タックルされてるようなドアの音なんだけど大丈夫？ガシャみたいな。アルサック来るかも。治安は大丈夫そう。でも結構壁が薄いのかな。結構どんどんって言ってます。治安治安ちゃん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 ちゃかちゃんちゃんちゃかちゃん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 。今日はよく眠れそうよね、わかる。配信の声絶対聞こえてるよね。そうなんだよね。すいません、ほんとどんどん言ってるのも配信の声だからかなとか思っちゃうもん。だってこんなどんどん言うことないよね。ね、どん、でも壁じゃないよね、上から聞こえるよ。上から聞こえる壁ドンある。
あ、歩いてる。あ、キャリーバッグとかサッカーボール蹴ったりしてる。なんか歩いてんのかな。でも床そんななんか響きそうな素材じゃない気もするけど、そうなのかな。受け身の練習してんの。あ、そうかも、そうかもしれない。熱心な人やね。人であれって気持ち、今幽霊じゃないよねって気持ちだよ。人だよねって。よーこよーね。なんだろうね、怖いなぁ、怖いなぁ。他の部屋の話が聞こえたことはない。もうめっちゃ静かな人なんかもしれんじゃん。だって普通さ、あんま喋らんじゃん。ホテル一人で泊まるとかなった時に。だから分かんなくて、声の、その聞こえ具合が。でもそんな大きくないよね。そんな大声で話してるつもりはないけど、分かんない。稽古終わりだから声通ってるかもしれないけど、不明です。不明だよ。あと30分で今日が終わるよ。今日は坂道さんの番組がある日だね、日曜日は。ふん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 。ひなさん頑張れ、ありがとう。ガトーショコラさん、モンブラン、 NT さん、ケーキありがとう。アリさん、カッチーさん、ミキヤくん、ハト、ありがとう。ありがとう。忘れっぽいもちさん、ハートありがとう。ふん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 。それからさん、ハートありがとう。いや、本当に日曜が終わりますよ、本当に。これから今週からね、また稽古がどんどんまた新しい感じになって、で動きとかもっとついてきたりするから、より体力が、体力勝負になりそうです。はい、からの香川行って、からのオンラインお話し会、からの帰ってきてとかなるから、体力結構大事習慣ですね。はあ、今は稽古はどういうことしてるかっていうと、その最初から全部こう通してって、動きの確認とか、セリフここカットしましょうとか、セリフの言い回し、この役はこういうセリフの語尾じゃないなってやつを言い換えたりとか、なんかそういう確認をずっとしてる感じです。そう、立ち位置とか、その舞台転換でこっちに履けるとか、出口がいっぱいあるから、ここの上手のこの出口からこの役は出ていって、で次出る時はこっちでみたいなとかを今つけててやってる感じで、そういっぱい変更変更とかしながら毎日やっております。ヤタパパさん、お断りです。モーゼルさん、モンブランと音符ありがとう。スカイファイルさん、頑張れありがとう。ミツルン、ケーキありがとう。ヒロッチさん、コウモリありがとう。熊谷さん、お断りです。お断り。でも声、なんか声は多分私もともと声大きい方だから、声のこと、声量は言われたことないけど、逆になんかあの強すぎるとかはあるから気をつけないと。冷静、もっと冷静にいてとか、まあ、シーン、とあるシーンとかでね、そういうのもあったりとかして、はい、でも
かんない、実際にさ稽古場と本番のステージは違うから、違う場所でやってるから本番とはまたね変わりますしね。稽古場は稽古場だからまだ違いますよね。めっちゃきのこさんありがとう、しゅんぼうさんモンブランありがとう、こんばんは。そうね、声はだから喉を大事にいたわっていきます。喉、そうね、アイドルの時とまた、そうですね、なんか歌って踊ったりっていうのとはまた違う脳みそ使ってるって感じがします。うん、体が覚えるじゃないじゃん、なんか踊ったりっていうのは体が覚えてたりして、2年ぶりとかにやる曲でも意外と体が勝手に動いたりするけど、そういう感じでもないからさ、脳みそ使うって感じがしちゃって難しいなって思うけど、あとまだね、あるから、あと1ヶ月ぐらい、1ヶ月ないぐらいだから、もっとなんか他の共演者の方の演技が上手すぎてね、すごく尊敬なので、そういうなんか学びの場にしてまた次につながるように頑張れたらと思います。はい、でも歌ったり踊ったりできないのはとても寂しくてそう、やっぱりねアイドルができない期間だから今で、特に今いろいろ決まってる期間じゃないですか、新しいこととか、だからそれがちょっと不安だったり出れなくて悔しかったりもあるんですけど、今はそう、まあ一旦ね気持ちを切り替えて前向きに捉えられたらなと思ってはおります。うん、そうですね、でも毎日もう行って帰ってきて配信して寝てって生活だからだからなんか思ったよりホームシックとかは なかったです。もうそういうことホームシックになる暇もないぐらいって感じで今覚えることとかで、だからそれは心配してたことの一つがホームシックというか、そういうこれ閉所的な、閉所がちょっと私苦手というかね、結構そういう症状があるので、だからそこの点はまあこのバタバタ忙しくさせてもらってる分症状が落ち着いてて、そこは安心してます。うん、エレタンさんがいてくださるってのも大きいですね。うん、夜ももうすぐもうすぐ入眠、もうだから YouTube とかもさ、チャンネル登録してるやつも更新されてても全部後で見るに入れてて、そう全然見てない全然見てないですね。どれくらい寝てるんだろう、配信12時に終わって、まあ、30分ぐらい、あお風呂入るのちょっとめんどくさいなみたいな、あお風呂かって時間30分ぐらいがあるので、そこからぐらい行って1時半とかですかね、1時半とかには寝れてますね。でも8時7時そんぐらいに起きて、一番無駄な時間過ごしてる。通勤急行通過駅さん、カップケーキありがとう。でも睡眠はまだまだ寝れるって感じ、もっともっと寝れます、まだまだ今日いっぱい寝たいと思います。いとしさんだるまとケーキ、 STI さんハートとだるま、ふくちゃんレインボースターありがとう、浜松の IH さん、しゅんぼうさんモンブラン、いとしさんタコありがとう、
持ちはださん、ハートありがとう。ありがとうございます。野菜不足になってない？そう、野菜不足なんですよ。だからさっきコンビニで野菜、なんかブロッコリーと鶏胸肉と卵が入ったやつが売ってて、広島にはないやつが売ってて買ってみたちょっと野菜ブロッコリーだけやけど、とりあえず食べないよりマシかなと思って。でも野菜食べたいです。とっても野菜不足です。あ、定食食べたい。定食食べたすぎて今日帰り定食屋さん調べたけど、やっぱ終わったのが遅くて、どこもあんまり、もう居酒屋ぐらいしかさ今の時間って空いてないじゃん。うんって感じで、違うなって感じで、定食が食べたいって感じだったから、うんってなってコンビニご飯になりました。そう、アメリカンドッグになりました。そう、近くなかった。多分どっかの駅で降りたりしたらあるんだろうけどね。野菜ジュースでもいいとテレビで言ってました。あ、本当？そうなの？野菜ジュースでもいいの？まあ確かに飲まないよりは少しでもなのかな。そうだね。そうですね。でも今油そばがすごい食べたい気分で、稽古場帰る前に油そば屋調べたけど、やっぱ閉まる時間時間問題あって、そう、時間問題あるからね、空いてなかったりとか近くになかったりとかで。そうなんですよ。難しい。油そば自炊もできない。自炊するあれ、なんかコンロとかもそういうとこあるとこじゃないから、自炊もないですね。できないです。できません。今売ってるアクス何がおすすめですか？え、今売ってるアクスタって多分ハロウィンだけじゃないっけ？他にもまだあります？在庫。私ハロウィンだけかな。オンリーかも。でもまた11月になったら新しいのが出るよ。あ、ゴルフもまだ売ってる？でも毎月出るけん予想して、なんか自分が好みそうなのが来るタイミングとか予想してみて。来月は何でしょうね、再来月は何でしょうねって予想してみて。舞台のアクスター、え、舞台のアクスターってやばいよ多分。パズの役、ちょっと早くみんなにビジュアル見てほしい。みんなみんなパズのビジュアル見たらおおってなると思うから。この前メンバーに会った時に何人ものメンバーにこうやって見せたけど、えって言われたから、多分パズのビジュアル出たらそのアクスタはみんな多分ゲットしないような気がします。はいお楽しみにということで。じゃあいっぱいゲットしてください。はい、でも私はまだそのビジュアル撮影の時の1回しか着てないからさ、本番とかがどうなるかちょっと不明です。あ、そうなの、7周年アニバーサリーの個別アクスタも再販なってる。あ、そうなの、再販、あら再販だって。
それさ、こっちタブレット持ってこなかったから手元で見れなくて悔しい。ありがとう情報。秋の魚さん、ハートありがとうございます。ミューラッチさん、モンブラン、井出さん、ケーキありがとうございます。応援さん、シュークリームありがとうございます。ミキヤくん、ケーキありがとうございます。ありがとう。もういろんなグッズ買い逃してるから、私自分の欲しいと思ったやつも今度公演とかの時に買おうと思ってそのまま忘れてたりとかして、買い逃しがめっちゃ多いんですよ。水羊羹さん、ハート。明石の金爺さん、ケーキありがとうございます。ちょっと覗いてみてください、よかったらグッズショップの方をね、お願いいたします。この後配信終わったらお風呂ですね、頑張ります。じゃあ今日の毎日これを観察みんなでしていくって決めたから、今日の昼配信で今日の減り具合はこれぐらいです。覚えといてください。今朝買ったばかりのやつこれぐらい、今結構満杯です。今後もお楽しみに。これ3つ設置したからお楽しみに。よしさん、ハート。大五郎さん、バラ。ふーたん、アイス。カーンピットさん、ハート。一番星桃次郎さん、だるま。レフトさん、モンブラン。ジロくん、ハート、ありがとうございます。メロンのあそこさん、ペンライト。チンさん、ハート。ミキヤくん、モンブラン、ありがとうございます。大吉さん、ハート、ありがとうございます。ありがとう。印つけとく？確かにね。でもないや、マジック。さすがにマジックは持ってきてないや。無理だったわ。のこばやさん、レインボースター。しろくまさん、ちんさん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。なんかさ、ここに来た初日は結構その前の住んでた方、泊まってた方の匂いがなんか結構あったから買った方がいいなと思ったけど、1週間ぐらいここにいるとさ、だんだん自分も分かんなくなってきちゃってちょっと麻痺してきた気がしてて、そうでね、だからね、一応3個買ってみたんですけど、ファブリーズも買ってみたし、ちょっとそう、お鼻がだんだん慣れちゃって、あとね、あのこれもこの白のボディコロンも持ってきてたから、このボディコロンとかも一応こうシュッシュッシュッってしてたんだけど、なんか分かんなくなっちゃって。いいでしょこれ。これは確かリンコからパンプルでもらったやつか、去年一昨年だった気がします。何個か持ってるけど、そう、全然私こういう香水系みたいなのあんまり普段つけないからつけないからね、まあ一応持ってきてたんですけど、シュシュしとこう、いい匂いにしときます。もういいわ。これはなんかお風呂上がりみたいな匂いがするの。サボンです、サボン。これおすすめ、めっちゃいいよ。でも結構これ使ってる人多いから匂いをかぶるかもだけど、これなんかこうあまり強すぎない、本当にお風呂上がりの清潔感のある香りって感じでいいですよ。あ、持ってる？あ、お揃いだね。ミューラッチさん、ハートありがとう。次の人はいいね。確かにパセリの次たまる人はもう綺麗よ。昨日配信終わった後夜な夜な
除菌シートであちこち拭いたし。綺麗よ。この白も今度広島駅がリニューアルしてオープンしたらこの白のお店もできるから嬉しい。今ね一番近いところで福岡とかなんですけど、これ広島にもできますだっけ。できたら多分メンバーのタンプレとかメンバーの誕生日プレゼントも多分白増える気がする。もらったりあげたりとかそういうの含め増えるような気がします。ヤマンジさん、ケーキありがとう。そう、今ないんよ、店舗が。早く広島駅できるの楽しみやな。楽しみですわな。少しずつオープンしてますね、今。今、成城石井と、あとシャネル？シャネルがオープンしてほんとだ、あと6分で今日が終わるわ。早いな、あっという間でしたね。タロイヌ46さん、あれありがとう、あのあれカップケーキカップケーキありがとう。マーズさんハートありがとう、ありがとう、チャンネルはなんかメンバーのタンプレでメイク道具とかメイク用品タンプレであげるときとかは行くけど自分用には行かないかな。デパコスとか買うときは大体メンバー用に買いに行きます。たかしんさんケーキとカップケーキありがとう。しろくまさんハートありがとう、ありがとう。お、33回目の結婚記念日、すごい、33回目、おめでとう。すごいね、ちゃんと記念日とか覚えてるのもすごい。私の両親はあのなんかお母さんが私に LINE で今日は婚約記念日ですとか今日は結婚記念日ですとか送ってくるから、それは私がお父さんに今日これらしいよって陰で言ってるLINE で今日これらしいから言った方がいいよとか、この前は今日お母さん誕生日だよって全部あのはいサポートしてますでもそれもちゃんとお母さんに言ってます言ったよって言ってるからもうバレバレです、バレバレでございます。メダル収集人さん、モンブランありがとう。関さん、ケーキありがとう。ケーキ、ケーキ。ケーキ、ケーキ。そう、私が両親の両親のこう間を橋？架け橋？架け橋してます。そうです。あ、そろそろ壇上タイムかな。壇上タイムでしょうか。早いな。もう今日もぐっすり眠れる。もうお風呂頑張る。もう爆睡できそうです。みんな今日もありがとう、付き合ってくれて。ありがとうございました。なんか東京でさ、お休みに安いけど高見えする服が売ってる服屋さんとかあったら教えてくださいちょっともう予想外の出費が今日あったので、なるべくちょっと出費を抑えた生活をしたいのですが、さすがに寒くなっちゃったので稽古着とかを、あ、GU ですか。そうですね、やっぱ GU とユニクロは最強ですわな。そうやな。じゃあみんな壇上見たいと思います。
いきます。13位ニューラッチさん、12位カメさん、11位ユウタンタン、10位オミカンさん、9位ゼータン、8位ミックさん、7位イモケンピさん、6位ジンダイさん、5位メロンのあそこさん、4位ユタパパさん、3位ゼットさん、2位フクちゃん、1位ユウタくん。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとう。もう終わっちゃうけど、あとこちらの時間ではあとこんな感じなんだけど、皆さんどうかな、これで時合ってるかな。おやすみなさい。みんなお風呂頑張るね。まだお風呂入ってない方は一緒に頑張りましょうね。おやすみ、良い一日を。違った、良い睡眠を。ありがとう。おやすみなさい。また明日。あ、ラグある？ラグあります？やっぱ。おやすみ。猫、猫、猫と別れ、お別れしよう。猫でした。おやすみなさい。またねー。